定刻になりました。ただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項につきましては4件となっております。それでは市長お願いします。はい、おはようございます。じゃあ私からまず4件について、お話をさせていただきます。まず1件目はですね、レールプロジェクトをいよいよ本格始動ということであります。3月30日から朝の連続テレビ小説レールが始まります。これに向けまして市でさまざまな、事業を仕込んでおりましたが、この度、かなりの部分がまとまってまいりましたので、ここで当面予定しているものを皆様に、ご利用してしたいというふうに思っております。その市場のですね、リード文にあるように、本当ならば多くの来訪者をお迎えしたいということで、これを、実施するわけですけれども、昨今の新型コロナウイルスの感染症の状況からすれば、大勢の、観光客の皆様に、すぐに来ていただけるという状況ではないというふうには認識しております。その一方で、かなり自粛が長引いておりまして、自粛に対する自粛疲れのような実態もあるようでありますし、そういった方はちょっとした気分転換に来ていただければいいですし、それから福島市の方も皆さんだいぶ自粛絡みで、ちょっと元気がなくなってまいりましたので、その点では大勢の方がですね、これを目当てに来なくてもこういうエールに絡んだ、街を、こうやって実際に見ていただくことで、市民の皆さんにもまた元気を出してもらって、あるいはちょっと、街中を散策していただいてですね、元気を出してほしいなと、こんなふうに思っております。で、まず一つ目はこれは NHK さんとの相互連携事業になります。連続テレビ小説エール展ということで、こちらはちょっとだいぶ先の話なんですけども、4月の18日から10月の11日にかけて千葉大町の1階で、いわゆる展示会を行います。内容はドラマのセットの一部なども NHK さんからお借りをして、そして、大型パネル、あるいは、相関図、こういったものを出すということで、ちょっとしたイメージが、こちらの方にありますけれども、千葉大町の1階でですね、貴重なドラマセットも含めて、展示をしていきたいというふうに思っております。こちらの方は、朝の10時から、午後7時までということなので、お仕事帰りの方にも、十分楽しんでいただけるかなというふうに思います。それから2つ目、これも NHK さんとのタイアップという事業になりますが、レールの客室をデザインしたラッピングバスの運行ということで、こちらは3月30日のレール放送と同時に、お披露目をいたします。バスの片面はですね、市の形質面でありまして、小関裕二さんご夫妻と、小関裕二の町福島のこのロゴを、形質しました。小関さんらしい、音符などを入れてですね、こんなまさに小関さんそのものを表現しています。その一方で NHK さんとの対策の面では、レールの主人公のお二人をかなり大きく形質をいたしました。でさらにエールというね、こういった連続テレビ小説の名称を入れて、このラッピングをするとしています。また前面は小関裕二の町福島、それから背面の方はこのエールのお二人の写真ということで、こういうものがですね、町に、町を走ると、皆さんは本当にエールって放送になってるんだな、あるいはここが福島がまたこのエールの、一番のまた、このメッカとなる町なんだなと、こう思っていただけるんじゃないかなというふうに思っております。で、こちらはですね、3月の30日初回放映の時間帯に合わせて、商工会議所の青年部がイベントをやると思っております。それに合わせて、バスの方も東口駅前のタクシープール内に展示をいたします。で、その日はですね、そこから一番下にちょっと書いてありますけど、駅前通り周辺をラッピングバスが周回をして、そして、周回後バスは小関裕二記念館へと
移動する。で、戸籍有事記念館では、また1時間ぐらいそこに展示をいたしますが、後ほど申し上げますように一部、展示のリニューアルを考えておりますので、そのリニューアルのオープニングの方にこのバスが行っていただくという形にしております。まあ後でまた申し上げますけども、駅前通り、まあ、新名称で戸籍有事ストリートですが、そちらの方でもですね、いわゆるフラッグが立ちますし、それから新しい看板も立ちますので、まあ、そういったところを、このバスが走っていくということで、この戸籍有事一色のですね、福島の街をこのバスとともに、味わっていただけるんじゃないかなと、まあ、ぜひそこはシャッターチャンスになるんじゃないかと思うので、皆さんぜひお取りいただければというふうに思います。で、このバスは当面ですね、3月31日から福島交通が運行する、既存のバス路線で運行いたします。森合の団地線とかイオン、日赤病院線、まあ、こういったところで運行いたします。まあ、中型のバスなので、現在も中型のバスが運行している路線で運行いたします。そして4月の18日からは、先ほど申し上げた、エール店がオープンになりますし、それから民間の方が、実施する青春館もですね、始まりますので、まあ、そういったところを回遊するということで、駅前からその県庁通り、さらには、戸籍有事記念館、まあ、そういった、箇所を巡る回遊バスとして、周遊バスですね、として運行する予定であります。で、料金は、既存の路線バス、バス路線を運行する場合はその路線バスの運賃になります。そして、戸籍有事記念館との周遊バスをご利用いただく場合には往復500円ということに、なっております。で、ちなみにこのラッピングバスはですね、合計で2台、あります。まあ、ぜひ、街中をね、知るラッピングバスで、この雰囲気を味わっていただきたいなと思います。そして次お願いします。3番目はですね、戸籍有事ストリートに、サイン看板とキャストをデザインしたフラッグを掲示するということで、これも、3月の30日から実施です。戸籍有事ストリート、駅前通りから県庁通りまでなるわけですけども、レンガ通りに入ってますね。で、こういった看板はですね、最終的にはというか当面、駅前出てすぐのところと、それから、13号からレンガ通りに入るところ、さらには、レンガ通りと、県庁通りが交わる地点、まあ、ここに提出しようと思っておりますが、まあ、今回はレンガ通りの部分だけを、出すことになります。2つですね。それから、こちらの、キャスト、フラッグですけども、こちらの方は戸籍有事ストリート全体にわたって、フラッグを掲示しますので、まあ、片面はオリンピック、片面はこの戸籍有事といったようなね、駅前ではそんな感じになりますし、レンガ通りの方は戸籍有事ストリートの関係で、かなり彩られるのではないかなというふうに考えております。そして、次はですね、戸籍有事記念館が一部リニューアルをするというもので、これも放映に合わせてドラマのパネル展などを、展示をいたします。まあ、資料にありますように、戸籍さんと金子さんの出会いや、障害、あるいは全国からいただいた戸籍メロディーに関するエピソード、これをこれまで CD で集めておりましたので、まあ、こういったものも、ご紹介をして、そして、施設としての魅力度アップとドラマをきっかけとして、本州を訪れる皆様へのおもてなしの充実を図っていくということであります。まあ、こちらはちょっとまだイメージの図がありませんけども、ぜひ当日、ご覧をいただければというふうに思います。それから、
5点目はですね、漫画で読む小関裕司の生涯というものを、市内の小中学生に配布する。で、皆様のところにも現物があろうかと思います。これですね、まあ、小関裕司さんは、本市にとりまして、唯一の名誉市民でいらっしゃいますけれども、まあ、やっぱり子どもたちとか若い方はまだ知らない方も結構いらっしゃるということで、まあ、そういった方々にも、分かりやすいようなものとして漫画で、今回、この冊子を作りました。合計3万部、作成作業をしておりますので、これを、市内の全小中学校、そして、特別支援学校、さらには、日本全国のですね、小関裕司さんが校歌を作曲した学校などに配布をしていきたいというふうに考えております。続いて6点目はですね、昨日補正予算を提出いたしまして、議決されたばかりのものでありますけれども、ピンチをチャンスにプロジェクト事業、フリーランス活用による商品開発支援と早速募集を開始するというものであります。まあ前回の予算の説明で申し上げましたけれども、新型コロナ感染症拡大の傍らですね、フリーランスと呼ばれる、非常にこのスキルの高い、あるいは感染の素晴らしい、まあ、一種の従業員の方がですね、まあ、お仕事を今なくしている状況にあるというふうに伺っております。一方で、まあ、我々もこの、小関裕司さん、それからオリンピックで多くの方がいらっしゃると見込んでこれも取り進んできたわけですけれども、まあ、当面なかなか、大勢の人がいらっしゃる、まあ、そういう見込みは難しいという現状になっておりました。ですから、まあ、一瞬ちょっと時間が取れる形になってしまったわけですね。でこういった空いた時間を活用して、商品とかサービスのより一層の強化を、このフリーランスの力を借りてやっていこうではないかということで、今回このフリーランス活用による商品開発支援というのを実施をいたしました。まあ、名付けて、朝ドラおもてなしバックス充実大作戦という形で進めています。で、次のスライドお願いしますが、まあ、講演内容はですね、福島市の方で、フリーランスの皆様の招聘する経費を、基本的に負担させていただきます。報奨費、あるいは、旅費、宿泊費、あるいは子どもの預かりといったものも、実施する。まあ、特に宿泊の場合は今温泉が空いてますので、まあ、むしろ温泉に使って、創造性を豊かにして、まあ、いいアイデアといいますかね、それを出していただければと思っております。また、市内の、事業者の皆様の活用資金の一部を助成するということで、こちらの3万円上限に、応援をしてまいります。で、次お願いします。で、スキームとしてはですね、要するに市内の事業者さんでいうと、やはり都会的なそのデザインとか、あるいはその発想というかね、そういった点でいうと、やっぱりどうしても地方語は弱い傾向にあります。で、そういった、ノウハウを足りない事業者の皆さんが、まあ、我々のところに、まあ、応募いただく。一方で、仕事が激減してしまったこのフリーランスの皆さんに応募集をして、そして、まあ、我々といいますか、観光コンベンション協会がマッチングをしてですね、そしてより良い商品サービスの企画につなげようと、こういうものであります。まあ、本当にお互いが今ピンチに至っているわけですけど、この状況をうまく結びつけることでですね、この新型コロナウイルスが収束した暁には福島市がより魅力ある場所となって、大いに人を呼び集められるようにしていく、こんなふうに考えております。その時またで、お問い合わせの方は、資料にもありますが、観光コンベンション協会の方にお願いを申し上げます。まあ、一連のエールプロジェクトに関しては以上であります。
続いて震災パネル展の写真メッセージをご紹介します。大震災原発事故から10年を機に、この被災県の県都としてこれまで国内外からいただいた支援に対する感謝、復興の奇跡、そして新たなまちづくりの方向性などを発信していきたいと思っております。で、合わせて記憶と教訓を次世代に継承する震災復興パネル展を開催をいたします。で、この開催にあたってですね、展示する写真やメッセージを市民の皆さんから募集をしたいということであります。で、震災復興パネル展の内容はこの1の括弧1に出ているところでありまして、今申し上げたように年表ベースにですね、これまでの奇跡を福島市の状況のみならず被災県の県都として県内の状況も合わせて展示をしてまいります。関係機関にもご協力をお願いし、外国も多言語化にも対応してまいります。で、開催時期はですね、第1クールが7月の1日から、8月の31日まで、第2クールが9月の19日から11月の23日まで、第3クールが12月の12日から翌年の3月21日までということで、ご覧の会場で実施いたします。で、第1クールにつきましては、もちろん、オリンピックの開催をにらみまして、外国人の皆さんにもぜひこの福島の復興の現状を発信をして、そして、していただきたいという思いで、実施をしたいと考えていたわけですけれども、残念ながら、延期となりました。しかし、これオリンピックのためだけではなくてですね、やっぱりこの、震災の10年になるという、こういうことを契機に今回我々これを実施いたしますので、オリンピックが延期されるということではあっても、これをただいま申し上げた通りの、スケジュールで、実施をしていく予定であります。で、来年になればですね、またこれは使えますので、世界の皆さんに、ぜひこの福島の復興を、していただける、そういう、企画は引き続きやっていきたいなというふうに考えています。で、今回、募集をするのはですね、2の括弧1にある写真でありまして、報道で目にしているだけではなくて、震災の影響によって、受けた悲しみとか、あるいは復興や明るい未来を感じたこととか、あるいは次の世代に伝えるとか、さまざまな視点でですね、市民しか感じえない出来事の写真とそのタイトル、そして100字ぐらいのエピソードというかね、ちょっとしたコメントをつけて、写真の関係を出していただきたいと思っています。またメッセージの方もですね、震災を通して学んだ教訓や、これまでの支援に対する感謝など、国内外の皆さんへ伝えたメッセージを出していただければと思っています。我々としては前から申し上げております通り、この震災におけるさまざまな面、復興という進展という明るい面と一方でなかなか、そこから抜けていない、一種の負の部分ですね、そういうところも心もしっかりと直視をして、このパネル展に盛り込んでまいりたいというふうに考えております。その他具体的な応募方法とか応募期間はご覧の通りであります。で、そうですね、裏面の4を見ていただきたいんですが、応募期間はですね、7月の31日までということにしております。したがいまして、この、募集した写真とか、メッセージに関しては、基本的にはその後に提出ということになるわけですけれども、4月末までに応募いただいたものに関しては第1クールでも使用させていただくということで考えております。募集のチラシはこちらになりますのでよろしくお願いします。
について3点目となります。福島市で新生活をスタートする方に支援金を交付するということで、まあ、昨年よりスタートいたしました福島で暮らそう自分色の新生活応援宣言という、まあ、移住定住の取り組みのですね第3弾になります。今回は、この福島に移住される方に対して、引っ越し費用としてですね、移住準備支度金を創設し交付しようというものであります。まあ、この支援金とですねこれまで実施をしてまいりましたサポーター制度とかあるいは支援制度空き家バンクこれらと合わせてですねさらにこの魅惑満載福島市への移住定住を進めてまいりたいというふうに考えております。制度の概要はですねまず支援金額は、対象経費、引っ越し経費の、2分の1の額で最大で15万円ということにしております。で対象経費は、市内への引っ越しに要する家財の運送費とか荷造りなどのサービス費用といったものも含めて、計算をいたします。で対象になる方としては、まあ、本市に、まあ、引っ越してから5年以上居住する意思のある方で、まあ、4月以降から本市に転入した方それから、転入時本市を転出して1年以上経過している方あるいは市外転出者で新たに本市に住所を定める方それから、かっこさんで、まあ、あのメディアの皆さんはこういう公務回答しちゃうかもしれませんが企業との転勤や、大学進学など一時的に住民登録を行う方ではない方、まあ、こういった方を対象に進めてまいります。まあ、こういったチラシもありますので、まあ、ご活用いただければと思います。3点目は以上です。で4点目になります。福島市児童公園ネーミングライツのパートナーの更新が決定したということであります。福島市児童公園に関しましては、まあ、これまで、福島児童公園に SFC モモリンパークとして、SFC 株式会社との間で、ネーミングライツパートナーの契約を結んでおりました。これまで2年間この名称を使わせていただいております。まあ、この度一旦あの期限が切れましたので改めて、まあ、検討した結果、SFC 株式会社さんで引き続きあのネーミングライツパートナーをやっていきたいというご意向をいただきましたので、まあ本年4月1日から令和7年3月31日までの5年間引き続き、SFC のモモリンパークとして、ネーミングライツになっていただくということであります。ネーミングライツ料は、年額200万円ということで、まあ、これも、これまでと、同様であります。であの本日はこの記者会見の後、フォトセッションを予定しておりますので、まあ、ぜひ、ご了解いただければというふうに考えております。それからあの、会見資料にはないんですけど私から一言お願いしたいと思います。今日、福島市でも、新型コロナウイルス感染症対策本部を開催をいたしまして、まあ、その中で、教育委員会から、本市の小中学校に関しても、新年は、4月6日からですね、入学式始業式をやって学校を再開したいという話がありました。当然、国に示された、再開のための対策感染防止対策を十分に講じた上で、再開をしてまいります。まあ、その際ちょっと我々として今困っているのはマスクです。国のその指針の中にですね、まあ、あの会話するときなどはマスクをしろと、まあ、こう書いてあるわけですけども、本当にあの今マスクの確保は大変であります。やはりあの国として指針を示すのであればですね、そういう基準を示すのであればやっぱりしっかりとマスク確保についての手立てを取ってほしいと私はまあ訴えたいというふうに思います。
これは国が一番になりますけども、さらに県の教育委員会からも国に準じたというか国の文書を受けて市の教育委員会に要請が来ておりますので、市の方、県の方にもですね、県がやっていただくにせよ、あるいは県から国にお願いするにしても、県の方でもしっかりとそれについてのご尽力をお願いしたいというふうに思っております。で、本市としましては現在のところ、各学校で十分確保できるというのではありませんので、市の災害用の備蓄のマスク、ちょっと子どもたちに大きいとは思うんですけども、全員に配るというほどのものはないので、ちょっと体調が悪いとか、そういった子どもたちへの対応としてですね、合計2万枚は、各学校に配っていきたい。ちなみに全部の児童生徒合わせると1万9000人ぐらいになりますので、1人1万円ぐらいの感じになるんですけども、そうした形で当面対応していきたいというふうに考えております。私から以上です。それではただいまの発表事項について質疑応答に移ります。ご質問がございましたら挙手指名の後社名とお名前をおっしゃっていただきご発言をお願いいたします。また合わせまして、お手元発言の際にはお手元のマイクのスイッチのオンとオフの操作の方もお願いいたします。それでは挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。毎日新聞の渡辺です。ピンチをチャンスにプロジェクトをお伺いしたいんですけれども、はい、全国のフリーランスというのは、どういう職種のフリーランスの方を想定しているんですか。フリーランスの言葉自体は非常に難しいんですけども、やっぱりデザイン系とかね、あるいは企画関係ですね、こういった方を想定しております。大体こういう方は自由に動かれている方が多いので、いわゆる組織にあまり属さないというか、そうなるとこういう仕事状況になると、ある意味では真っ先に仕事がなくなってしまうという面があって、我々、その方たちが、比較的手すきだという情報を得ましたので、そこで、ぜひ本社でね、戸籍有事関連のお土産 の企画とか、あるいはどういう旅行商品にしていっていいかというのは、一種の、それの企画、あるいはこのどのような、お客さんの対応していいかといったらサービス面での対応とかですね、こういった面をアドバイスというかいただけるとありがたいなと思っております。ありがとうございます。他にございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。ラジオをします。すみません、これちょっとずらして福島中央です。ああ、ちょっとはい、すみません。ペンチオチャンスプロジェクト事業なんですけども、この募集っていうのは何人ぐらいを目処にとか、あといついつからいつまで募集するとか、そういう具体的なのがあったりしますでしょうか。ですね、とにかくまず一つはマッチングなので、多めにまず我々として確保したいですね。ですから、この事業に登録していただける方としては100人ぐらいを目標にしたいと思っております。でその上で市の事業者の皆さんにも我々もまたいろいろアプローチをして、市の事業者の人にも手を挙げていただくんですけども、最終的なマッチングとしては一応20件ぐらいを想定をして事業を仕組んでおります。それから、募集のあれは分かるかな、何日までだったっけ。予定になりますけれども、フリーランスの方については、可能であれば今日以上だから、その何日まで、集計については想定はまだしておりませんので、状況を見ながらという形になってまいります。はい、はい、じゃあその次、島テレビさん。すみません、福島テレビの高橋です。最後に市長がお話ししていた災害用備蓄マスクを小中学校に配るというのはいつぐらいを目処に配られるんですか。当然学校が始まるときにまでには配って、学校が始まってもしちょっと子どもたちでどうかなとかいう人がいたらすぐに渡せるように、はい、全校児童数に向けて各学校に配布をして、あと体調の悪い子を優先的に配るというかですね、そういうときに使ってもらうという感じで、もう配っちゃいません。その点ではね、1日1万円分ぐらいしかありませんから、
もう配ってしまうとそれでもうおしまいになってしまいますから、この子はマスクをつけてもらった方がいいなと思われる人に配ると、そのためのそのために学校に配備しておくという考え方です。あともう一点なんですけれども、オリンピックの延期が決まりました。市内でもソフトボールそれは後にしましょう。ここの会見のルールでは一応発表事項に関してはまずご質問を受けますので。わかりました。はい、どうぞ。時事通信の主任です。ピンチをチャンスにプロジェクトに関してなんですけど、はい、100人ぐらいフリーランスに登録してほしいということでしたけれども、結構多いかなというふうに思ったんですが、それなりに首都圏とかのフリーランスとかも含めて周知しないと100人の登録は集まらないかなと思うんですけれども、どういうふうに周知していくのかということをまずございます。そうですね、私としては、ね、こうやって発表もしてますので、ぜひここにお集まりのメディアの皆さんに県内だけじゃなくて、全国バージョンでぜひ報道していただきたいというのが一番になります。それから、やっぱりフリーランスの方々、ネット系がやっぱり当然強いですから、ネット系の媒体を通じてですね、我々これをアピールしていきたいと思っています。わかりました。はい、それでやっぱり それなりのものをやるためにもですね、単に募集してますという実務的な、お知らせだけじゃなくて、今回の事業にかけに込めた私の思いなどもちょっと入れて、フリーランスの皆さんをに呼びかけたいなというふうに考えています。わかりました。関連で事業の背景として、フリーランスが今仕事が失っている状態にあるということでしたけれども、はい、仕事を失ってないフリーランスも対象になるのかということと、あと交渉は一律なのか、どういう基準になるかというふうに。はい、当然、仕事がある人でもそれは結構です。ただある人はね、それなりに自分の仕事を今やっておられると思うので、なかなか、こちらに手を挙げづらい環境なのかなと思いますけども、であと基本的には、こういう状況に我々も出しますので、些細な報酬でありますけども、基本的には一律というか、ただ平等に配るというかですね、ちょっと成功報酬制をちょっと考えておりまして、ちゃんと実現すれば成功報酬を最後出すといった形で、それなりの額、成功報酬入れると10万ぐらいだったかな、はい、そういう形で、一種のインセンティブ的な何て言いますか、関係にしようというふうに思っております。例えばデザイナーが商品パッケージについてアドバイスをして、実際にそれでデザインが改善されたということになれば、旅費とか宿泊費は除いて10万円の宿泊、そうです、あと、やっぱり実情していただくからにはね、福島に来ていただくのが一番いいし、我々としてはこの事業の狙いは、こういうフリーランスの皆さんにも福島のファンになってもらいたいという気持ちも込めてお呼びするんですけど、ちょっと今首都がああいう状況にもなってきましたので、来づらい面もあるかもしれません。それはそれで、先ほども申し上げたようにネット系の強い方々ですから、テレビ電話だとってですね、話をしながら、詰めていければそれに変わって実質的に同じような効果もあり得ると思いますので、ここは柔軟に対応していきたいと思っております。先生、あともう一点だけでございます。そのマッチングする際にも、その市内の事業者というのは今時点では何件ぐらいあるのかということと、主にレールの商品を扱っているお土産を開発し扱う事業者が対象ということでしょうか。これ昨日の予算を取ったばっかりなので、これから市内の事業者に呼びかけをいたします。はい、で、当然扱っているというか、これからやりたいという人もそうですし、あとね、そこは、魅力的というか、実際にエールを我々としては生のターゲットにしますから、多く出たときにはエールにできるだけ絞りますけど、そうじゃない場合は多少幅は持ってやりたい、対応したいなと思います。その他ご質問ございますでしょうか。読売新聞社の服部と申します。はい、漫画で読む戸籍有事の商売なんですけども、はい、これは子どもたち一人一部こう上げちゃうような形になるのかっていう点と、
それとあと例えば授業時間の一部とかですね、朝礼を使って、まあ、この冊子を用いたあの授業じゃないですけども、小関さんのお話を先生がするみたいな、そういったことはあるんでしょうか。はい、先ほど申し上げました通り、子どもたち1万9000人がいますので、1人1冊ずつお配りいたします。で、学校でどう使うかに関してはですね、これは我々としてはぜひ使ってほしいということなんですけども、それぞれ の現場にお任せをして、現場の例えば音楽と一緒にこれをやるとかですね、いろいろな工夫の仕方があると思いますので、工夫をしながらぜひご活用いただけるとありがたいなと思っております。じゃあ、最初。朝日新聞の小原です。戸籍入籍記念館のリニューアルの件で以前募集していたそのエピソードなんですけど、結局いくつ集まったのかっていうのは数字的な確認できると、あと別件で最後に言ってた学校再開についての話で、国からのガイドラインだと学校再開だけでなくて、さらにもう一回その臨時休校をするときの、判断基準というのも自治体側に委ねられていると思うんですけれども、最初 その国の要請以前に市で学校臨時休校する際の判断基準で一度作っていたと思うんですけども、再度今回を受けてですね、新たにその市での臨時休校の基準というのは設けられているのかどうなのか、まあ、細かいことであれば教育委員会に確認していますが、はい、どうなっているのかというところを教えてください。はい、数字はまた事務方から、はい、それとあと2つ目の、教育委員会ですけども、今日も話しました通り、例えば学校で感染者が出た場合は、休校にするとか、まあ、そういうような一定の判断基準は我々として持った上で、再開に当たってまいります。その辺は、まあ、基本的に前も思ってて、そこはそう大きくは変わりませんので、まあ、むしろ今回の、国の指針自体も、まあ、いわゆる感染防止対策のところがね、これまでよりはかなり充実をしてますけども、それ以外は、ある意味では臨時休校以前の考え方なのかなと思っておりますので、まあ、そういった考え方で我々としては対応してまいります。じゃあ、エピソード。すみません、今時点での数字を今確認しておりますので、まあ、ちょうどこちら、今時点でなくても構わないよ。分かってる時点の数字であれば。今ちょっと確認しますので、はい、すみません、今約100件来ているということでございます。はい、その他ご質問ございますか。はい、では福島放送。福島放送の塩見です。マスクの配布についてなんですが、付けてお伺いします。他県では小中学校だけではなく保育施設でのコロナウイルスの感染、保育施設などでの、はい、感染もあったと思うんですけれども、そういった保育施設へのマスクの配布というのを現時点考えていますでしょうか。足りなくなったというところに関しては我々としてもそれに対応するようにしておりますし、それから今回のまた補正予算で、50万を 1施設限度に、いわゆる衛生用品ですね、マスクを含めたそれの購入に関しての一応国の制度として我々措置しましたので、それで応援してまいります。ただ同じようにそれを確保できるかというのがまた問題なので、そこは個々の施設とですね連携をしながら、まあ、困ったら出して言ってください。ただ用事で言うとですね、普通なかなか子どもたちつけてませんしね、それから我々持ってるのは基本的に大人用なんで、子供特に幼児になると大きくて多分使えないと思うんですよね。まあ、その点ではマスクだけが別に予防法ではないので、むしろ、まあ、今回全世界的にも言われているのはやっぱり手洗い、それから咳エチケット、それと手指の消毒ですよね。こういったことをしっかりやって予防に努めていただければというふうに思っております。その他ご質問ございますか。はい、福島中央テレビの渡辺です。すみません、先ほどのマスクの件で国にしっかりとマスク確保の手立てをしてほしいという話がありましたけれども、それは今後県とか国に要望していくという考えの捉え方でよろしいですか。はい、それは今日も県の方には対策本部にリエゾンがいらっしゃってましたので、
ぜひ県にやるにしても、あるいは国にお願いするにしても対応いただきたいということは申し上げましたし、それから教育委員会の方からも、例えば校長会とかそういったところから、やっぱり我々としてはまずは県になりますので、県の方に要望し、さらには国の方にもお願いをすると、このようなことを進めてもらっております。自立市の審議です。そのマスクに関して先ほどその国から配布するようにお願いしたいということでしたけれども、国の会見を見ると、自治体にその、全ての自治体に配布することは難しいということで、自治体とかが各家庭でマスクを手作りするようにお願いしたいというような発言があったんですけれども、そこはいかがでしょうか。ちょっとそれは無責任じゃないですかね。手作りでやれというのはね、ただもうマスクにばっかりちょっと焦点が当たっているわけですけども、私自身は先ほど申し上げましたように、実際マスクをしてても皆さんもこうやってやってますけど、ちょっと気を抜いて手をどっかに触れてやって、そのうちこうやってればもうすぐに感染してしまうわけですね。で多分こうやって私がしないでいるよりも多分その方が絶対危険性が高いです。だからその点ではできればマスクがあった方がいいですけど、それだけじゃなくて、例えば学校であればこまめに換気をするとかですね、あるいは今回うちの学校で、対策を講じたのは、給食の時です。普通は給食の時は子どもたちがいわゆるグループになってみんなで固まって話しながら食べるわけですね。でもそれだとお互いうつす可能性が高くなるんで、スクール形式のまま給食を食べる、このようなこともやっております。その点ではさまざまな対策を講じて、最終的にはその集団感染が発生しないように努力をしていきたいと思っています。分かりました。ということは4月の6日の時点で、例えば市場でマスクがまだ手に入らない状況であって、市の2万枚もその十分ではない数だということでしたけれども、各児童などがマスク手に入ってない状況であったとしても、それは別の部分での感染症対策を徹底した上で再開をしていくということですね。そうですね、はい。マスクが、本当に象徴的になってますけども、こればかりではないですから、むしろWHO の見解からすれば、普段予防で使うんだったらあまり効果としてはどうかというのは疑問がついてますし、その点では私自身は医療機関とかですね、本当にリスクの高い方との接触が多いところはマスクは必須だと思いますが、そこはいたずらにマスクに頼らないで、むしろいろんな対策を徹底していただければと思っております。発表事項についてのご質問ございますか。それではちょっとお時間の関係もありますので、その他の事項についてご質問ある方2名程度オリンピックの延期に伴いまして、ソフトボールの競技も毎日の延期になりましたけれども、今コロナの状況で厳しい中で、さらに市内 その経済って打撃があるのかなと思います。改めて市長の受け止めを教えてください。はい、オリンピックを前提にですね、市内の旅館とかでは予約が入ってましたし、それに伴ってさまざまな準備していた方もいらっしゃいます。直前には串間市民応援団の皆さんに、お願いをして、聖火ルートの、清掃などもやっていただいたりとかね、いろいろ皆さん楽しみにしておらいながら準備をしていたわけです。それが、今回先送りになったというのは大変残念でありますし、影響も出てきているんだろうというふうには思っております。しかしこのままコロナ、新型コロナ感染症がなかなか好転しないでですね、そしてオリンピックが開かれて、場合によっては本当に無観客とか、あるいは、そうならなくても観客が来ない中でやったとしてもね、お客さんあまり来ないわけですね。それは前回私も申し上げましたけれども、復興五輪にはそれではならないわけです。その点では改めて1年後に完全な形で復興五輪として開催されて、で、大いに賑わって、この復興の力になるということであれば、
それはそれでプラスに考えなきゃいけないと私は思っています。そして何よりも問題なのは新型コロナの感染が、ね、どのようになるかでありまして、まあ、これがある程度、不安が和らいでですね、そして人が動くようになれば我々にはまた別途、小杉裕司さん関係のコンテンツがあって、これはこれまで の, 朝ドラの、そのなんてホームタウンからするとですね、ものすごい人が来てるわけですね。実は今回、今日の夕方午後に阪急交通公社の方いらっしゃいますけども、その中の人はですね、このコロナの状況においても2000人スカーレットで読んだとかいう、そういう方なんですよ。その点ではオリンピックがなくても我々また穴埋めの手段を持ってるんで、とにかく早く新型コロナ騒動が収まっていただいて、そして我々が今日もお示ししました、小杉裕司の街づくりのねコンテンツで大いに、まあ、人を呼べるようになればいいなというなるようにしていきたいと思っております。はい、それでは最後にお一方ご質問ございましたら挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。私も大丈夫です。まあ、東京 の, まあ、外出自粛要請なんていうのを受けて、まあ、状況がまた変わっているかと思うんですけども、まあ、市長をはじめ職員の東京出張というのもこれまであったかと思いますが、このあたりの自粛というか控えとか何か方針というのは何か変わったりするものなんでしょうか。まあ、基本的にですね、福島市役所が東京に行く場合不要不急の出張はありません。はい、その点では我々はあくまでも厳選した旅行でやってますので、その点ではあまり変わらない。まあ、当然講演会聞きに行こうとか、まあ、それは業務上大事だと言っても、まあ、やめとこうかなという、そのぐらいのものであればあるかもしれませんけど、私の場合は本当にいろんな仕掛けに行ってるケースが多いので、これをやめてたらもう良くなった後は全然持ち玉がなくなってしまうような状況なんで、私としては細心の注意を払って必要な出張をやっていきたいと思っています。ただ東京の方でね、一部首都封鎖ということになると基本的にこれ出入りできなくなりますので、まあ、それはならないように願っております。それでは、以上をもちまして、本日の定例記者会見を終了いたします。皆様大変お疲れ様でした。